え、私もチゲ鍋いた私もチゲ鍋って人がいる。用意する材料は、なんか白菜とかも買ったらよかったな。そう、今からチゲ鍋はね作るな。レシピチゲスープか、チゲスープ、下ごしらえ、豚バラは5センチ幅に切ります。ごま油を引いて熱し、とりあえずやってみようっと。チゲってなんか、チゲって鍋って意味らしいです。チゲ鍋とか鍋鍋ってこと。辛さはキムチしか入れないからそんな辛くないやつ。クッキー、とりあえずね全部入れます。材料はちょっと適当に、チゲ鍋とかはね適当っていう、海苔でいけます。ごま油でお肉を炒めます。あれ、お肉どこ、お肉どこだ、ごま油でとりあえずまあ炒めればいいと。シンバサミがね、便利すぎる。
肉をまず炒めます。豚肉炒めたら次は牛がどうかぶし何、もやしキムチを加えて油が回ったら炒めます。で一つだって結構多くない？あ、とりあえず油は小さじ1杯か。それでキムチを加えて油が回るまで炒めます。いい感じの感じ。キムチは吉野家キムチです。これなんかさ割と好き、なんか食べやすい。でこれが キムチが 50g ってことは 50g ってことはこれ 200g だから4分の1ぐらい入れればいいってこと。キムチを加えて次が油が回るまで炒めます。水を入れ沸騰させ豆腐水が500cc。
感じ。したら酒小さじ1杯醤油味噌合わせ味噌ラッキー味噌あるわ色が出てます。それで醤油、豆腐、もうできるんですけど。マインド。入れてなかった。えのきってさ、どのぐらいいけると思う？一人で食べるとして一個いけちゃうかな、全部、まあ、一食分じゃないしね。えのき大好きなんですよね。さ、えのきって呼ぶ？えのきって呼ぶ？私はえのき。えのき、えのき。一ついけると思う。ありがとう。食べます。石垣を取って、カットして入れていく。すごいなんかトリマーになった気分、えのき切るときって。わあ、えのきだらけじゃん。大丈夫かしら。ちょっと見てほしいんだけど、どうやってしたらいい。ほぼえのきこんな感じでお送りしてます。消しなってなるよ。このコメントを信じよう。あれ、さっき半分の量であれだったので今もう半分入れ中。
すごい、めっちゃえのきなんですけど、え、これえのきじゃん、もうえのきメイン料理じゃん。えのきじゃん、もうえのき鍋じゃん。おいしそうです。え、具えのきしかないんっていうぐらい、えのきがちょっと待って、これえのきの味しちゃいそう、大丈夫かな。えのき私好きなんだよね、キムチ鍋に入ってるやつで。こんなにねえのきが主張してきたのは初めて。お米炊いてないけどえのきでなんかやっていけそうな気がするっていうぐらいえのきって感じ。具えのきしかないんかっていう、本当にいいね、最高なんだけど。幸せです、えのき大好きな私からして。で、味付けが、あとお豆腐も入れなきゃだ、卵と、あ、ニラいいね、ネギとか入れとこうかな、色味のあれで、色味調整役で。いいですね。うん、美味しそう。ネギが入ると一気に彩りが良くなった。ほいで、
合図だこれは。なんか冷蔵庫開けたら奥の方にいたわ、チーズが。ふつふつ似てるとこ今。で、あとはお醤油、お醤油もないから、あとちょっとでできます。あれだね、オートミールならあるね。お米は炊いてないけど、そんで、お塩少々。ちょっと味をしてみようと。本当だ、キノコ しなってなった。非常にいいと思います。それで、あとは卵を落として完成と。すごっ。はい、もう美味しいです。美味しいって言ってる鍋が。お見せしますね。じゃん、完成。じゃあ私は食べてきます。美味しそうですよ。
美味しい。じゃあランキング読みます。このアングルから失礼しました。美味しいんですけど、読むね。じゃあ13位から、リンさん、三本五郎左衛門、若、かっちゃん、大輔チーム系、ボホー、秋吉ゆかちゃん、神吉、みかん丼19杯のささ丼、かなゆう、なお、ただたんたん、やまぽ。ちょっと一旦蓋を閉めさせてくれ。読みます。3位が、サンガ、ありがとう。2位が、肉、ありがとう。そして1位が、ごはたろ支店長。まあ、ありがとうございました。したじゃあごゆっくり、ありがとう。またねー。バイバーイ。